朝日座は平成19年12月23日に閉館した山形市七日町にあった映画館です。朝日座という名称はこの映画館の元になった芝居小屋のことで、鉄筋コンクリートの建物に改装し映画館として運営するようになってからはシネマ朝日という名称だったそうです。ですが私たちは初めて見た時目に飛び込んできた、私たちに感銘を与えたこの名称でこの建物のことを呼んでいます。今年20歳になる私たちが中学生だった頃までは朝日座は確かに映画館でした。確か小学5年生あたりに友達とクレヨンしんちゃんを見に行って、ポケモン見てセレビーの置物買った。いい、ね、で首取れちゃったんでセレビーの首。私たちは当初朝日座で上映会を行うことを目的としていました。ですが今から朝日座の中を、私たちが活動を始めたその直後、朝日座が解体されるというニュースが届きました。それでも望みを捨てきれなかった私たちは朝日座の内部を取材することに成功しましたが、凄まじいです。うわ、ここが劇場だったんですね。2階でか、超でかいですね。ここでおそらくフィルムを、多分映写室ですね。この朝日座の現状を見て私たちは上映会はおろか明かりの灯った朝日座を見ることももう叶うことはないのだと思い知らされました。ですがこのドキュメンタリーを制作するにあたって当時を知る方々のさまざまなお話を聞き、その中に私たちはまだ輝いていた頃の朝日座を垣間見ることができました。朝日座のすぐ隣にあるメガネ店の店主八谷さんは朝日座を取り巻く商店街のことについてお話ししてくださいました。シネマ朝日って通りって、朝日銀座通りをシネマ通りという名前を変えて、山形銀行前にこういうモニュメントを1600万ばかりかけて作ってシネマ通りに名前を付けたわけですけどね、シネマもなくなったから今になってはかえって変になってしまったということを言っておりましたんですけども、明治44年の四北大火でここがみんな焼け野原になって、でそれから山形市をどうに作ろうかって言ってこの道路が新しく切られるわけで、大正5年にで、それから朝日座がここに立ってね、で町づくりの中心になって、そこに来る観客に物を買っていただく、その人たちに食べるものを提供する、お酒を提供する、もう人寄せの核にあったことだけは絶対間違いないわけです。朝日座なしにここの町というのは存在しなかっただろうし。ちっちゃい時はもう漫画の映画を見に行くのが楽しみ、チョコレートが楽しみ、とにかくほら中が豪華じゃん。石川さんは七日町で30年前からこの店を経営しており、小学校の頃よく朝日座へ映画を見に行ったと話してくださいました。こんなでこそレンジがついてて朝日座があった時ってここら辺はすごかった、すごい、もうすごいよ、もうすごいなんちゅうもんじゃないね。活気ムンムン、活気あったもの今ないから、からここに来てお茶飲み来るお客さんですね。皆さん30秒数えるだけで人で取られるね、なんて見ながら。朝日座閉館後これを引き継ぐような形でムービーオンができました。藤木さんも以前は朝日座で働いていたそうです。朝日座があった当時と今の七日町を比べ、その変化を藤木さんは語ってくださいました。ちょっと人の流れかな、最近行ってないからそう、これしか分からないけど、
映画館だけじゃなくて松坂屋がなくなったってことは大きいかもしれない。人が回遊しなくなった、そこまで人が来なくなったというのかな。あそこにね看板があったんで、昔絵看板って看板を書いてね、それ映画変わるたびに、ね、あれ差し替えてたの我々で、ああ、はい、あのでそうそう、8シート看板っていうやつなんだけど、それがね普通あの東映の作品なんかだとそのポスターがあるわけ、あのポスター8名広告に合わせて貼ってそれをこう書かれるんだけど、それがないやつは昔ながらその映画の、まあ、看板を書く人から書いてもらって、はい、手作り手書き。そっからお客さん流れで来るじゃん、うん、大概夫婦ものの人が多かったからね、夫婦ものの人が何できたんだって、うん、そうそう、八田さんは今もうどういうことを思ってるのか。もうショックなんていうもんじゃないですよね。私の人生が全てここ眺めて大きくなったんだろう。そうですよね、ここ眺めて大きくなったんだ、うん、これがなくなるなんて考えられなかったんだ、うん、その例えば悪いですけど、例えば私の店も私の代でも終わりです。ですからここの商店街で次の代をやる方、やる人が決まってる一軒しかないですよ。そうなんですか。全部あとその親父さんが亡くなればもう店を畳んでしまって貸し店舗にするか周辺所にするしかない状況です。ただ映画だけじゃないかな、結局いろんな町の中から人が七日町に来なくなって流れが変わったということかな。やっぱり駅前の方にシフトしてるっていう形なのかな。そうなんです。できてからだね、やっぱりね、あの過剰線というのができてからやっぱりお客さんの流れが変わったね。時代の流れだと思うよ。しょうがないっていうんじゃなくて、時代がそういう、それを求めてなかったのかもしれない。それ自然だったと思うよ、はい、そっちの流れっていうのは。なくなることが虚しいしかないね。虚しいな、なんちゅうんだべな、寂しさとかそういうのじゃなくて寂しいんじゃないんだな、こんなもんかって、みんなのその情のなさ、うん、情のなさを感じるって感じかな、うん、こんなに簡単に終わらせていいのかなって、そう感じだね。ね、商店街がなくなるということは、あの単なる店が、前の店頭の店がなくなるっていうだけでなしに、そういう山形の文化、山形の伝統、そういったものの担い手がなくなっていくということだと思うんです。それが残念でならない。山野辺さんとは七日町にある居酒屋さんで出会い、少しだけですがお話を聞くことができました。僕の青春、僕の青春はそこに入ってる。僕の青春はね、あそこなんです。朝日さん亡くなっちゃう、亡くなっちゃうけども、その思いっていうかな、思いをつないでいくっていうかな、そういうものはありますよ。映画館は亡くなっても思いはつないでいくよ、我れ弁当って。そういうのはあります。